明け物によるボディプレス。ボディプレスはマット状に倒れている相手に向かって、主に腹部から自身の体を浴びせるプロレス技及びその派正義の総称である。重量級の巨漢レスラーが自らの巨体を利用して圧するように放つ場合と空中技が得意な軽量級レスラーが跳躍力や身軽さを活かして放つ場合とがある。英語圏では主にスプラッシュと総称され、 ボディスプラッシュ、またはビッグスプラッシュとも呼ばれる。ジャンピングボディプレスは、仰向けに倒れている相手に対し、その場でジャンプして、自らの状態を浴びせる技である。立っている状態から倒れ込むため、スタンディングスプラッシュとも呼ばれる。跳躍力を必要としないので、自らの巨体を武器とする重量級レスラーが体重を利用して放つことが多い。ゴリラモンスウムはゴリラスプラッシュ。 アンドレ・ザ・ジャイアントは、ジャイアントプレス。ビッグ・バン・ベーダーは、ビッグ・バン・クラッシュの名称で使用。アンドレはこの技の多様が一因で膝を痛め、1982年頃から、ヒップドロップや、エルボードロップに決め技を移行していく。ランニングボディプレスは、仰向けに倒れている相手に対し、助走をつけてジャンプして、自らの状態を浴びせる技である。ワンマン・ギャングは747スプラッシュ。 カマラは、ウガンダンスプラッシュ。タイフーンは、タイダルウェーブ。アルティメットウォーリアーは、アルティメットスプラッシュの名称で使用。ウォリアーは相手に膝を立てられて、カウンター攻撃を受けたことから、うつ伏せに倒れている、相手の背中に浴びせることもあった。ダイビングボディプレスは、コーナーポスト最上段もしくは2段目から、仰向けに倒れている相手に向かってダイブして、自らの状態を浴びせる技である。 フライングボディプレス、フライングソーセージとも呼ばれるもともとは、重量級レスラーが使う飛び技の代表格で、圧倒的なウェイトとパワーを引き立たせる技として用いて、いたが、中、軽量級レスラーも跳躍力を活かした、フィニッシュムーブとして使用している。ミルマスカラスのように、立っている相手に放つ技は、フライングボディアタックなどと呼ばれる、主な同一技フライングソーセージキングイアウケアや、 ブルラモスなど巨漢レスラーが放つダイビングボディプレス。後年では、ウマガなどがサモアンスプラッシュの名称でも使用していた。ソーセージとは観測用の気球が由来であり、食べ物のソーセージのことではない。気球のように大きな巨漢レスラーが得意技としたことから、この名がついた。ハワイの巨像こと、イヤオケアが元祖とされる、スーパーフライジミースヌーカのダイビングボディプレス。 技名がニックネームとしても定着したスーパーフライスプラッシュとも呼ばれる。反り気味にした体を大きく広げて放つのが特徴で、ベビーフェイス時代のリック・マーテルも同様のフォームを使用。ゲドウや田中正人も同名で使用するが、フォームとしては講述する屈伸式と同様のものであり、このスヌーカのものとは異なっている。スパイダープレスアーニーラットのダイビングボディプレス。日本でのニックネーム。 黒い毒雲にちなんで名付けられた。スティンガースプラッシュスティングのダイビングボディプレス。コーナーにもたれかかる相手への串刺し式のボディアタックも、スティンガースプラッシュと呼ばれる。ニュークリアスプラッシュバンバンビガロのダイビングボディプレス。ランニング式で放つ場合もある。マネーショットバル、ビーナスのダイビングボディプレス。飛ぶ前に、大見えを切ってから放つ。ダイビング式ビッグバンクラッシュベーダーのダイビングボディプレス。 大一番の時でしか見せなかった。ムササビプレス、アキラのボディプレス。飛ぶ前に両手を広げ大見えを切り、体を反り返ったような空中姿勢で放つ。ムササビプレスとも呼ばれ、空中での姿勢が、ムササビの飛ぶ姿勢に似ていたことから名付けられた。ダイナミックプレスタウエアキラのダイビングボディプレス。大一番でしか見せず、飛ぶ前に、コーナー上で片手を上げてアピールする場合が多い。 ゴーレムスプラッシュをかば二のダイビングボディプレス。マイバッハプレスマイバッハ谷口のダイビングボディプレス。決め技の一つ。飛ぶ前に、コーナー上で両手を広げてアピールしてから決める。空中で大きく、体をエビぞりにするのが特徴。ビーストスプラッシュ入江シュゲヒロのダイビングボディプレス。空中で大きく、体をエビぞりにするのが特徴。屈伸式ダイビングボディプレス。 編集フロッグスプラッシュとも呼ばれる。空中で一度新運動を加えて飛ぶ姿が、カエルが跳ねているように見えるため、この名前がついた。二代目タイガーマスクのデビュー戦の相手を務めたら、フィエラが日本で初公開したとされたが、山本小鉄がガメラ式ボディプレスの愛称で以前から使用していた。後にアートバーのアートバープレスが変化したものが、フロッグスプラッシュと呼ばれるようになり、 この技の著名な使い手の一人であるエディ・ゲレロは、タックパートナーだったアートの没後に使い始めた。ロブ・バンダムは、5スター・フロック・スプラッシュ。クジーは、KG、タイム、ゲドウや田中正人は、スーパーフライの名称で使用、開脚屈伸式ダイビングボディプレス。編集、伊藤隆二による、開脚屈伸式ダイビングボディプレス。空中で開脚し、両腕を一度振り下ろしてクロスさせ、 体を屈伸して放つ、蒸気の屈伸式ダイビングボディプレスの類似技。ディーロ・ブラウンは、ローダウン。シーマは、マットスプラッシュ。伊藤隆二は、ドラゴンスプラッシュの名称で使用。450度スプラッシュ。編集450スプラッシュと読む。空中で、前方1回転して浴びせるボディプレス。スコーピオの得意技であり、かつては、スーパースコーピオスプラッシュとも称していた。日本では、 はやぶさのファイヤーバードスプラッシュとして知られている。AJ スタイルズはスワンダイブ式のスーパーマンスプラッシュとして使用。派生技としては PAC がリバース式で放つフレーミングスタープレスが存在する。類似技にはフェニックススプラッシュがある。シューティングスタープレス、編集ブロックレスナーによるシューティングスタープレス、SSP の略称でも呼ばれる。 リングに背を向けた状態で放つムーンサルトプレスとは逆にリングと向かい合わせの状態から後方展開をして体を浴びせる。開発者は山田圭一であり重心サンダーライガーへの変身以前から使用していた。マークメロはワイルドシングまたはマーベロシティ、ポールロンドンはロンドンコーリング、マグナム東京は AV スタープレスの名称で使用。スーパーヘビー級のレスラーでは ブロックレスナーも使用したことがある。演歌や PAC など、コーナーに登らずに、マット状で放つレスラーもいる。PAC は、従来のシューティングスタープレスに、横一回転ひねり加えた、変形技も使用する。サザンクロススプラッシュ。編集変形の旋回式ボディプレス。コーナー最上段から、リング内を向いて立った状態からジャンプし、空中で側転をするような形で、 体の向きを変えて放つボディプレス。田口隆介は屈伸式のフォームで放つ技を円盤中毒の名称で使用。ビッグバンベーダーによるリバーススプラッシュ、スイングスプラッシュ、コーナーポストプレスとも呼ばれる。仰向けに倒れている相手に対し、リングに背を向けた状態でコーナーポストの2段目に登り、トップロープを掴んで勢いをつけて後方へ体をジャンプさせ、 そのままロープから手を離して、相手の体の上に状態を落下させる。詳細は、ムーンサルトップレスを参照コーナーポストの最上段や二段目から、リングに背を向けた状態で、後方展開して放つボディプレス。下記のラウンディングボディプレスとは異なり、跳躍時に横方向へのひねりは加えられない。ただし後年開発された、派生技の中には、ひねりを加えるものも存在する。 跳躍中にひねりを加えたボディプレス。旋回式ボディプレスとも呼ばれ、月面水爆なる異名も持つ、ムーンサルトプレス同様、リングに背を向けた状態でコーナーポストに立ち、状態を反らせて後方展開し、横方向への回転を加えて放つ。頂点付近の空中姿勢は、旋回式ボディアタックのように、マットと水平になる点が特徴。 ムーンサルトプレスの原型として知られる。ありがとうございます。